皆さんこんにちは。西条市広報番組ワクレポ西条をお送りします。平成23年3月11日午後2時46分、あの日三陸沖を震源に発生したマグニチュード 9.0 の巨大地震は、東日本大震災という未曾有の大災害として日本の災害史にその名を刻み、私たちに大きな教訓を残しました。死者およそ2万人、行方不明者およそ2600人という甚大なる被害をもたらした東日本大震災。現在も数多くの住民がふるさとを離れ、避難生活を余儀なくされるなど、その復興は道半ばの状況にあります。あの日から6年。この間にも全国各地でさまざまな災害が相次いでいます。私たちに自然災害の発生を食い止める力はありません。しかし、過去の災害に学び、その教訓を生かして今後に備え、被害を最小限にするための努力はできます。そこで今月のワクレポ西条は、災害に強いまちづくり、今から実践、家庭でできる防災減災対策と題して、地域やご家庭で取り組んでいただきたい災害への備えについてご紹介していきます。危機管理課の藤原さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のテーマ、防災減災対策についてご説明をお願いします。災害はいつ起こるか分かりません。時と場所を選ばず私たちに襲いかかってきます。この容赦のない災害に対して日頃からの備えや心構えはできていますか？過去の災害の教訓から被害を最小限に食い止めるためには、一人一人が災害に備える自助、そして地域で協力して災害に備える共助が最も大きな役割を果たすと言われています。西条市では平成16年の台風災害を教訓に、死ぬな、逃げろ、助けろを合言葉にして、自助・共助による防災・減災対策に力を入れてきました。各地域においても、自治会や防災士などの方々が中心となって、自主的に防災訓練や学習会などに取り組まれています。去る2月18日には、西条市丹原町の中川地区において、防災カフェ in 中川公民館が実施されました。これは地域の方々と防災関係機関の方々とが集まって、気軽に楽しく防災減災について学習・体験する取り組みです。この取り組みを防災士の木戸陽子さんに取材していただきました。参加者の皆さんに防災・減災対策に役立ついろいろなお話を伺ってきましたので、ご覧ください。皆さんこんにちは。私、西条、西条市防災士連絡協議会女性部部長木戸陽子と言います。よろしくお願いいたします。防災・西条・女子を組み合わせて防災女と言います。よろしくお願いいたします。さて、今日はですね、中川公民館で防災カフェを開催するようになっていると思うので、今からですね、ちょっといろんな話が聞けると思いますので、楽しみなので早速行ってみましょう。こんにちは。今日はですね、中川公民館に来てますが、その主事である、石川さんであります。石川さんはですね、私と同じく防災士の資格を持っております。で、今日はですね、なぜこういう企画を立てられたのか伺ってみたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回は今夜町商店街にあります西条市市民活動支援センターで、様々な専門家との交流の場を設けておりますが、
人と人とをつながるカフェという取り組みは行っているんですけども、今回の防災カフェというのを市民活動支援センターさんとのコラボ企画として今回実施することになりました。災害に備えなければならないという気持ちは誰しも持っていると思いますが、自分だけは大丈夫とか、いざとなれば何とかなるとかいった感覚が日々の実践や実行の妨げになっていると言われています。今回の防災カフェは防災減災に対する知識を高めることが目的ではなくて、今からでも行動に移してもらえるような意識を高めることが目的となっています。そのため防災士の皆さんをはじめ、消防や警察、自衛隊といった専門家の皆さんとカフェを楽しみながら、ざっくばらんに気楽に話し合ったり体験ができたりとする、そういった学習の場を設けることにしました。私たちもですね、防災所は楽しくおしゃれにポジティブにっていうのをモットーに頑張っております。で、そういう中で今後どういうふうに取り組みをしていきたいかっていうのをお伺いしたいなと思うんですけれども、防災に限らず何でも楽しくなければ長続きしないと思います。また身にもつきませんし、防災減災対策はちょっとしたことを始めるだけで自分の命を守り、災害の被害を小さくする一助となります。日頃の備えについてご家族と気楽に楽しく話し合われたり、ご近所を散歩して危険箇所や避難経路を確認したりすることもその一つです。避難に備えて寝室に靴や懐中電灯を置くこともすぐに行います。そうしたちょっとしたことが次第に具体的な実践につながり、さらに地域での活動につながれば、災害に強い街づくりへの大きな力になってくれると思います。ほんで服でやったら、ここの袖口がこうなって、ここの真ん中がこういうふうになりますので、これを頭側で、でこっち側でも体側で、で2つやってあげれば簡単に上着で作るんです。なんかやってますね。これは何ですか？これは簡易単価に、はい、毛布を使った簡易単価です、うん、これはまず1枚毛布を広げていただきまして、だいたい3分の2よりちょっとこっち側でですね、のところに1本置いていただいて、はい、これを返します、はい、この時のポイントは若干こっち側で2つに折るんじゃなくて、はい、ちょっとこんだけ余白を、はいはい、でもう1本の方を人が乗るぐらいの幅のところに置いてあげて、はいはい、まず1枚目をかけてあげて、はい、2枚目をかけます、はい、あとはこの上に乗ったら大丈夫です。私が乗っても大丈夫ですか？大丈夫です。乗ってください。ちょっと乗らさせてもらいます。はい、じゃあ行きますよ、はいはい、1、2の3、おはい、いける、大丈夫、私が乗っても外れない、はい、はい、すごいですね。さすが身近なものでできる、これが消防でもできてると思います。こんにちは。どんなことされてるんですか？あ、なんか食べるものがある。そうですね、自衛隊の方で、はい、災害派遣とかに取る食事をと、あとパンフレット、ミリ飯ですか？はい、そうなります。やっぱりいろいろ災害でも行かれたと思うんですよ、はい、でも事前にやっぱりこんなことしとってほしいとか、こういうことには気を作ってもらったら僕たちも動きが早くなるとかっていうのはないですか？その災害派遣とかに行った時に、うん、やっぱりその地域によってのコミュニケーションができているところは、何々してほしいとか、これこれしてほしいっていうのがすぐ要望が上がってくるんで、その要望がすぐ上がってきてもらった方が僕らとしてはありがたいんですね、はい、僕らも初めての場所に行くんで、はい、そういうのがすぐ上がってくると、うん、僕らもすぐに行動に移せるという感じです、はい、やっぱりコミュニティは大事ですかね？はい、大事と思います。はい、お話し中構いませんか？はい、これ補強ですよね。補強というか、これはバランス、バランスの違いを見せてる模型。あ、どういう違うかちょっと教えてもらって構いませんか？はい、じゃあボタンを押してみます、ね、はい、はい、こちらのお家とこちらのお家の揺れ方が違ってたと思うんですけど、はいはい、何が違うかというと、地震に対しての部材であるこの筋交いっていう部材が
均等に四隅に入っているお家と片側に入っているお家、その部材がバランスよく入っていないとこのように大きく揺れるっていう時計の見本になります。はい、要はやっぱり均等に4つこう端にバランスよく補強しとけないと家は持たないですよということですよね。はい、だから片一方だけではダメですよということをこれを教えてくれてるんですね。はい、ああそうですね。あといろいろありますよね。やっぱり家具の転倒防止ですかね。よくテレビの下なんかにこういったゲルのものがついてるかと思うんですけど、なかなか裏のこう説明書読まれてつける方は少ないんですけど、そうですね、このゲルっていうのが消費期限があるのでおおよそ7年、7年ですか。はい、なので、5年から7年のものが多いので、その5年になったら全く使えないっていうのではなくて、このゲルが硬くなってくるのでだいたい5年目安に交換してもらうのがいいと思います。わかりました。私今日初めて制服でお会いしました。はい、そうですね。はい、警察の方としてはですね、はい、なんかちょっとこう、はい、皆さんに私たちの仕事というのは、はい、個人の、ね、身命、はい、それから生命、財産、身体の保護という、ね、はい、財産も保護しなきゃいけない、ね、ですね、でそういうことに努めています。うん、まず第一にやっぱり一番大事なのは命を守るということですね。うん、で命を守るのが大体、まあご先生の方からもお話あったけど自助、公助、共助ね、いうことなんで、できるだけご近所とのやっぱりね、コミュニケーションを図っていただいて、その防災のね、意識を高めていただくことが一番大事なかと思います。それともう一点は、そういう防災に強い街づくり、そういうのをですね、やっぱり皆さんが意見出していただいて、そういう街づくりをしていったら一番いいんじゃないかと思います。はい、お鍋の中でプツプツと湯煎するだけのご飯作りです。これだとですね、電気では使えなくても、カセットコンロとお鍋と、で、水等があればお米は炊けます。で、これをですね、空気を抜くように、空気、この状態だと浮いちゃいますからね。だからね、空気を抜くようにして、ゴムでくくります。ご不要で申し訳ございません。こういう感じです。で、これ入れちゃいます。沸騰してる中に入れちゃいます。だいたいこれで30分ぐらいを湯がきます。はい、これが先ほど作ったご飯なんですけどね、サバ飯ちょっと皆さん食べてもらおうと思って今ちょっとしました。これ柔らかいでしょ。これ分かります？結構いけるよ。いけますか？これ、美味しいですか？いける？これでね、もし時間かかったらふりかけかけてもらったりとかしたらね、いけますよね。普段からでもこれだったら作れますよね。大丈夫ですよ。はい、嬉しいです。まあ、これでね、あとはカレーをね、野菜なんかはちっちゃくちっちゃくみじん切りに切って、野菜だけをこうって袋に入れて、ね、ルーを入れて、お水入れません。で、密封して同じように入れます。はい、たらご飯と一緒にカレーが食べれますのでね。うん、あ、本当普通のご飯でしょ。美味しい。これナイロンで炊いただけです。ナイロンで本当にナイロンで湯がいただけです。美味しいよ本当に。アウトドアで飯ごう炊飯って昔されてましたよね。あれこれでできるんですよ。バーベキュー、そうバーベキューのここでお肉を焼くために炭を起こすでしょ。起こした横にお鍋こうやって置いてこうやって入れとくんです。半分でせんでいいのが、そうです、そうです、簡単ですよね。あれ洗うの大変でしたよね。こびりついて真っ黒に、炭は尽くして、あとはですね、捨てるのも簡単。これナイロン袋でしょ。これバサーで済むでしょ。ゴミも少なくて済むんですよ。だから別に災害だけではないんですけど、いろんなところで活用できるので、身近なところの生活の中で培っていけば、いざという時、そうですよね、この生活で楽しんでることが、ね、この災害の時に役立つっていうことですよね。ぜひぜひ子供とかね、お孫さんと一緒にしてたら、そしたらその子供たちもそれを覚えますよ ね、 ね、この遊びの中からというかね。これなら汚れないですから、もう本当に簡単にできると思いますしね。一度試してみてください。はい、トイレには座られました？
こっち向きで。こっち向きで。家のトイレより。家のトイレより。皆さんね、お年召されてベッドでね、家でおるときにね、トイレまでって難しいでしょ。 でもね、リースで借りたりするポータブルトイレ、これって重たいし、場所取るでしょう。これにされたら楽ですよ。トイレが遠いのね、うん、ベッドの横にこれ持ってきていいですよね。まあリハビリがあったらトイレ行かんのは確かなんですけどね。でもやっぱり怪我してる時とかね、ちょっと歩くのが不自由な時っていうのはこれがいいですね。高さはどっちがいいですか？私は背が低いっていう、これぐらい。私の方が低いよりはちょっと高い。そうですね、高さもね、皆さんご自由にね、自分ね、好きな段ボールを持って帰られて、でスーパーにある段ボールをね、これもらって帰るわとかってもらって帰って置いとけばいいですね。再び危機管理課の藤原さんにお話を伺っていきます。カフェに参加した皆さんから災害への備えや心構えについてご紹介いただきましたが、他に実践してほしいことはありますか？はい、備えあれば憂いなしというように、備えていただきたいことはたくさんあるのですが、時間の関係もありますので、ここでは2つ皆さんにお願いをしたいと思います。まずはご家族で避難方法や連絡手段の確認をしておいてください。大きな災害時には普段使用している通信手段が使えなくなる可能性が高く、お互いの安否確認が困難になります。どこへどのように避難すればよいのか、離れ離れになった時の連絡手段や集合場所など、さまざまな災害の種類や状況を想定してご家族で話し合うことが大切です。家族だけでなく地域での話し合いができればさらに安心です。西条市では自治会などを対象に、ディグ・ハグというゲーム感覚で災害時の対応を模擬体験できる訓練を実施していますので、ぜひご活用いただければと思います。次に備えていただきたいことは、正しい情報を集めることです。災害が起きた時には、噂やデマに惑わされる時があります。そのため、テレビやラジオ、携帯電話、ホームページなどで正しい情報を集めることが大切です。西条市では防災や防犯に関する情報などをメールで配信する西条市安全安心情報お届けメールの登録を推進しています。登録方法はご覧のメールアドレスに空メールを送信していただき、送信後返信されてきたメールの内容に従ってご登録いただくだけです。このほか、スマートフォン向けに市内の防災情報が確認できるアプリ、防災情報西条の運用を行っています。このアプリでは、避難に関する緊急情報や降雨情報などのほか、GPS 機能を使った避難所へのナビゲーション機能などを備えています。各種端末のアプリケーション配布用ストアでダウンロードができますので、ぜひご活用ください。西条市では、災害への備えを強化するため、自治体や団体、民間事業者などとの災害時応援協定の締結を進めています。これまで、51の協定を締結してきましたが、2月14日、新たに愛媛県行政書士会との災害時応援協定が締結されることとなり、愛媛県行政書士会の矢野浩二会長と玉井市長による協定書の署名が行われました。この協定は、大規模災害時に被災者の行政手続きを円滑にするため、被災者が生活再建のための手続きをする際に提出する罹災証明や相続などの申請書類に関する相談業務を愛媛県
行政書士会に担っていただくものです。来る災害に備えるため、西条市では今後も積極的に災害時応援協定の締結を進めてまいります。それでは玉井市長にお話を伺っていきたいと思います。玉井市長、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のテーマは防災減災です。玉井市長はワクワク度日本一の西条の実現に向けた基本政策の中に防災人づくりの推進を挙げられていますが、これはどういった思いから基本政策に挙げられているのでしょうか。そうですね、南海トラフ巨大地震がかなり高い確率で発生が予測されておりますけども、地域コミュニティによります自助共助、こういったことがですね、非常に大切な課題だとこのように思っております。そして何より私ども行政といたしましても、公助というところに強化をしてまいりたいとこのように考えておりますけども、本日協定を締結いたしましたけども、ハードソフト両面にわたってですね、防災減災この体制づくりをですね、進めていくことが非常に大切な課題だというようなことで、政策として打ち上げさせていただきました。やはり自助共助があってですね、公助があるということで、この連携を強化することが非常に大切なキーワードになってくるとこのように思っておりまして、これらが連携が図れることができるならば大きな力を発揮できると思うんですね。そういったことでこれから自治会など地域のその防災力、こういったことの自治の充実を図っていく上で、とにかくリーダーとなる人材の育成、このことが非常に大切になるんだろうとこのように思っております。したがって平成16年ですけども、大規模な台風災害が発生いたしまして、それ以降自主防災組織あるいは防災士の育成ということで、人づくりそして、仕組みづくり、このことに力を入れてきたわけですけども、今後はですね、若い人の力によって、そしてその若い人が地域のリーダーとなって活躍をしていただけるような、そういう人づくりに推進をしていきたいというそんな思いがありまして、大きく掲げさせていただきました。若い人が活躍できる人づくりの推進ですが、具体的にはどのような取り組みを進めていきたいと考えられていますか。はい、西条市では平成18年度から12歳教育推進事業ということで、市内全小学校の6年生の児童を対象に防災教育、そして体験活動を通じてですね、判断力あるいは思考力、そしてそれぞれの自分たちの役割、こういったことを育む教育推進事業をいたしております。この教育はですね、本当に海外でも高く評価をされておりまして、ベトナム国のフエ市においてもこの取り組みが取り入れられています。1月子ども防災サミットが開催されまして、私も初めてその現場に立ち入らさせていただきました。子どもたちが日頃家庭あるいは学校地域においてその防災に対する取り組み、このことがですね、非常に目を輝かしながら、そして自分たちができる役割について、本当に気持ちがこもった発表をされている姿、この姿を見て非常にたくましく、そして、頼もしくも思ったようなことであります。このことが私が考えるのは、12歳で終わることなく、中学生は中学生のカテゴリーで、そして、高校生はもう私たちと同じ活動ができると思いますので、高校生は高校生、このような形でですね、それぞれのカテゴリーごとにですね、その防災教育というのをステップアップさせていきたいとこのように思っております。本市で生まれた12歳で育んで生まれた力をですね、大人になっても発揮ができるように、そしてこの若い世代がですね、しっかりもうすでに、そうですね、11回目になりますので23歳にもなってますので、そういった意味ではですね、自分たちが住む地域で地域のリーダーとなってですね、西条市の防災力アップのために頑張ってもらいたい、そういった人づくりの推進を進めてまいりたいと考えております。
人づくりの推進についてよく分かりました。市長、今日はありがとうございました。ありがとうございました。最後に防災所からお知らせです。平成29年3月12日日曜日、西条市神殿の富士グラン西条にて西条ふるさとマルシェデラックス2017が開催されます。西条の物産やおいしいものを販売するこの催しに防災所が出展して防災・減災対策の啓発活動を行います。防災所が身近なことから始められる防災・減災対策を紹介します。時間は9時から15時までです。楽しく防災が学習・体験できますので、ぜひ皆さんお越しください。藤原さん、この防災頭巾もいろんなデザインで可愛く作ったらいいですね。はい、皆さんも作ってください。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。